さん、こんにちは。で、今日はですね、洗濯家のこと、勉強の仕方についてお話をしたいと思っております。で、これあるかないかによってかなり実は変わりますよね。多分ね、洗濯家のからならば1年間ちょっと違うかなっていう感じはしますね。これは本当のところですね。これがあるならば多分一発でってのはなかなか難しいんでしょうね。だから昔は出なかったわけですよ。ここに書いてあるように、昔は三角国でありますんで、だって必須がやっぱ2年で終わったんだね、当時もね。だけどこれがあるので約3年プラスになってしまうので、平均が5年から6年となっていました。多分これが変わってないかな。今一貫校なんで多分1年違うってことは変わっていないと思うんですね。じゃあどうやって勉強しますかね。できるんだったら日にちを決めてちゃんとやってもらいたいんですね。まあ、通常はやっぱ必須が中心になります。だから月から金までは中心必須をやればいいと思うんですね。で、私の場合は土日やっておりました。で、毎回なんだろうな、テープを聞いて、特に司法試験の講座を聞いていました。だってないんだ、仲間もいないし講座もないし、あるいは、出題も偏った出題なのね。で、必須科目って何人も先生が作ってるんで偏りって基本的にないんですよ。だけど選択の場合についてはたった一人の先生が作る場合って結構あるわけね。で、そうなっちゃうとその先生の一番好きなところが出てくるわけですよ。試験関係ないかなっていうのが出てきたりするわけで、今もそういう傾向が強いですね。特に民法とかね、なってくるかなと思ってるわけです。ただね、思ってもらいたいのはバランスを持ってはいけないっていう点です。で、私の場合は憲法と行政法と刑訴が選択科目だったのね。で、これは自分がね、広報系が得意だったのが実はあったんですね。広報系が得意だったと。で、司法系はダメだったってわけではないんだけど、このセットが一番受かりやすいと思ったんですね。で、実際にやってみたんだけど、一応マイナスは思いませんでした。確かに特実技っていう科目から比べると全く連関性なく見えるじゃないですか。でもそうではなかったね。一番近しいのは多分行政法ですかね。特に行政訴訟ってとこあるわけですよ。行政復審査法であったりとか、国賠であったりとか、あるいは行政事件訴訟法ね。これって審判とか、あるいは審決取り消し訴訟の督促だよね。あ、一般則ね。だ、そこ分かんないとこんなこと分かんないんですね。やることによってよく分かりました、ここ。じゃあ憲法は、憲法はね、多分利益考慮でしょうね。人権ってどうやって守るかっていうところについてやりますんで、利益考慮で、弁士ってあまりこれないんだろうけど、今これ結構重要ね、利益考慮って。で、あとは憲法って待機やりますよね。どこに来るかっていうところね、憲法最頂点で条約があって国内法があってってなるわけですよ。そうすることによって予約の位置ってどこにあるのかって明確に分かりましたね。で、勉強の仕方が明確に決まったっていうのが憲法ではないでしょうか。あとは刑訴、これ全く関係なさげだよね。民事だったらまだ分かるかもしれないけど、刑訴でしょ、無関係かなと思うんだけど、ただ刑訴って当然手続き法ですよね。実逮捕ではないと。で、手続き法って特許ってこれでしょ。で、そうなるとどう学んでいくのかなっていうのが、これによって具体的に理解できましたね。やっぱし流れなんだよね。 PCT しかり、特許もしかりになりますんで、やってよかったなと思うわけですよ。で、これは受かったと思うわけね。で、これやることによってやっぱし骨格っていうかね、骨ができたってイメージがあるんですね、骨。よかったなと思いますよ。で、これがなく今受かってしまうのはどうかなと思ってるんですけど、でも実際上は約1年やっぱ違ってくるんで大変ですね。受かった後はかなり違ってくるんで、プラスになるぞっていう点でしっかりとやってもらいたいかなと思っております。